毎日行ってたんですけど、初めて途端に風が止んだ。ごきげんよう。今日もどうぞよろしくお願いします。綺麗ですよね。目の前がバラです。今日は白いバラで行くから。そうすると、さっき A でお話をしましたけども、生殖医療法、議員立法出てきてます。参議院を通過したということなんですけども、その中にですね、心身ともに生まれる、その生まれることに対する配慮っていう条文が入ってます。これね、立法者、私国体なんで、国体って料理人なんですよね。まあ簡単に言うと、料理人はですね、出された材料に文句言っちゃいけないことになってるんですね。出されたつまり法案をどう裁くかということが、国体の、まあ、務めなんですね。私23年間政策の方ばっかりだったんで、その料理人っていうかな、まあ、全体のサッカーでいうと監督みたいなもんですね。でその監督になったことないんで、もうあえて言いますと、ちょっと本当にしっかりしてくれよ、こんな法律をどうして入れてんだ、言いたいですね。強い言葉で言っちゃいけませんけども、なんとなればこれ優生保護法っていう法律がありましてね、でその中で、いろんな遺伝的な障害を持った人たちが堕胎をさせられたりですね、差別を受けてきた。でその条文を抜いたばっかりですよね。でそれなのになぜこの条文がノーチェックで入ってるのか、これね、そうです、これ自民党も共同だから議員立法ですからね、議員立法で提案がこうやってなされるということは、相当多くの政党が OK って言ってないきゃできないんですよ。で前の国民民主党の場合は政調国対合同会議っていうのがあって、でそこで、まあ、国対の意見も入れながら総務会っていうところで最終、決定してたんですね。で今回の場合は政調だけで、新しい立憲民主はその仕組みがまだちょっと弱いですね。これだけ大所帯なんで、やっぱり人権のところのチェックはしっかりやらないといかんなと思います。まあこれ参議院を通ってきたらですね、衆議院でどうするかっていうのをその議論する余地があるのか、法務委員会でやってる、つまりまあ人権そのものですよね。なんでこんな状況なのかと、昨日安倍さんにいやもっと早く言ってくださいよと言ったら、やっぱり議員立法なんて突如として出てきてるんだと言うんですね。だからもう これそのよくね、国会議員減らせばいいっていう人がいますが、私がこうやって朝のご挨拶でいろんなテーマをお話をさせていただいてますけど、これ、ね、もう24年も国会議員をやらせていただいてるんでできてるんで、これ一人の国会議員がですねやれる範囲ってやっぱ限られますよね。しかも問題がすごく多角化していて、外交や安全保障から、それから人権の問題から、もう健康の問題、いろんな問題をやるわけですね。経済の問題、それを全部私たちは若い頃からもトレーニングを受けてきましたけども、そんなやっぱりもう分業しないとやってられないですよね。だからもう減らしゃいいっていう議論はもうやめてくれた方がいいと思います。さて昨日はですね、第53回の森友問題のヒアリングも河内さんを中心にやらせていただきました。いやーちょっと本気でね、もう昨日も声を押し殺して言いましたけども、なんていうかな、同じことやってますよ本当にね。与党の国会議員何やってんだ。でしかもこれ国政調査権って言ってですね、議長の命令で予備的調査っていうのをですね、調査局、衆議院の調査局がやってくれたやつですね。この場を借りて本当にお礼を言いたいんですけど、
赤木さんがですね、改ざんを命じられて、赤木俊夫さんが、でもうそれは後で一目で分かるようにってまとめたファイルがあるんですね。でそのファイルを出しなさいと調査局から言ったら、裁判中だから出せないと、裁判については出せないと言ったんですよ。これ前にですね、私出しなさいって言った時に何て言ったかというと、検察に持ってかれてて出せないって言ったんです。その時、いやもう検察から帰ってるはずじゃないですか。で今度裁判だと言うから、これ民事裁判で、しかもその資料は本件裁判には関係ないっつって、資料それで裁判では開示を退けたやつですね、今の財務省が。まあ要はここに赤木さんがもう死を閉じて残してくださった、ここに全てが書かれてるわけです。で司法で明らかになることをとか、わけのわからんこと言ってましたけど、司法で明らかにしないって言ってるわけで、で私たち司法府じゃないんですよ。私たちは立法府です。国権の最高機関の国政調査権をですね、裁判を理由に出さないっていうことはありえない。これもう憲法を学んだ人であれば、そんなことは当たり前だと昨日品さんが言ってましたね。その通りで、並行調査って言ったことができると、国権の最高機関がですよ、行政監視をすることを裁判を理由に妨げられたら、国権の最高機関たる意味ないじゃないですか。しかもこれは国政調査権といっても、もう議長を通しての国政調査権ですから、議長というのは自民党も公明党も含めて選ばれた、おっとぶっ倒れそうになった、議長ですからね。その議長の指示をないがしろにするっていうのは、まさに国民に対する挑戦ですね。だからどういう理由で、どの法律で開示をできないというのか、そこを持ってきなさいということで昨日やりましたね。まあ、国会、これ週明けで予算委員会の集中審議もありますが、このコロナの問題も、それからこの話をしてたら、なんと私の YouTube にですね、野党はまだこんなことやってんのか、コロナがこんなに拡大してんのに役に立たんなと、はい、すみません、言う人がいたんで、よく国会見てください。17ずつある常任委員会だけでも17あって、こればっかりやってるわけじゃないっていうのは、もう本当にね、小学生だって分かってることを言わないでほしいですね。でしかもこうやって役所が腐ってしまうと何が起きるかというと、もう20代で役所を辞める人が4倍にも増えてるわけですよ。私だってこの役所だったら痛くないですね。そりゃそうでしょう。改ざん命じられるんですから。そしておべっかばっかり、権力の顔色を伺ってる人間ばっかりが上に行って、まともにやってる人は自殺しなきゃいけない。心まで病むって、昨日、ある友人がですね、ある省の人を持ってきましたね。本当にね、いや、本当に批判は自由ですよ。ね。批判は自由なんだけど、それはあなたの権利も奪われてますよと。国会のそのチェック機能をないがしろにしたらですよ、今見てみたらいいじゃないですか。毎日のこの感染の広がりを、北海道だけでもうこれ、このまま行くと医療崩壊してしまう。それから何千人にも1日のその感染者がなると。これ数字で言うのは簡単ですけど、一人一人ね、これ軽症だって言うけども、どんだけ軽症の人でも辛い思いをされるか、もう皆さんご存知でしょう。そうです、公文書で、これ公文書にするのをもう5年でとかやってるじゃないですか。鳩山総理をですね、嘘ついたやつも結局出てこないんですよ。あの時河野くんが約束してくれたけど、河野くんだって出てこない。あ、でも今回行革大臣だから、もう一回行革省としてやれと言ってみますかね。
本当にね、こんな状況じゃダメですね。あのコロナば森友ばっかっていうんだったらコロナだって言う、あの GoTo なんて昨日ね、昨日からあの GoTo 食事券の配布でしょ、シールドしてご飯食べろっつって、シールドしてマスクしなきゃその効果はないってもう富岳のシミュレーションでも出てますよね。やっぱりマスクなんですよ。で今はもう GoTo を控えて、そして3000万人の人が移動してですね、で結果その昨日旅行の方がおっしゃってたけど、あの大金持ちたちを一部潤してるけど、ほとんどの大金持ちは逆に行かないと。でこの GoTo を利用できる人たちが来て、そして小口だったと。で結果その感染が広がって、これでストップしなきゃいけないんだったら、もうひいきの引き倒しでかえって逆効果だと。目先のことばっかり考えて全体を考えてる人がいないんじゃないかと言ってるんですね。で本当にね、私菅内閣、安倍内閣もひどかったけど、官邸官僚のなんていうかな、強力な強烈なその独裁みたいなのありましたよ。でもだけどそれでもその間違った方向でもあの意思は感じました。間違ってるけど、だけど菅内閣ってその感染を止めるっていう意識があんのかなと思うんですよ。で今日これ出てくる時もあの機動隊の皆さんとか宿舎を未だにね、警護されてます。それなんでかっていうと総理がいるからですよ。公邸に入ったらいいじゃないですか。公邸に入ってね、それは自分が一番その官房長官として何かあった時に一番その早く駆けつけてきたと、自分は駆けつけられるんだと。そりゃそうでしょう。だってこの宿舎と官邸なんて車で2分ですから。でもそれでたくさんの警察官の人たちだってあの違う労力を使ってますよ。何のために公邸があるのか、早く公邸にですね、そうそう GoTo 総理案件とかもそういうメンツでやってる場合じゃないですよね。本当にね、アジアの中でも最低のこの対策、それ変えましょうよ皆さん。もう GoTo トラベルとかね、 GoTo イートじゃなくて GoTo ボートですよ。ボート、日本語で言うとなんか船のボートみたいになるけど、要するに投票ですね。投票に行って、そしておおすげえ風が、おちょっと目に入った、もろに目に入りますね。あ、こっちがいい。風を背中にしとけば目には入らない。そう、皆さん連帯をしていただいてですね、YouTube ももうじき7000人になります。ぜひまたあのご登録をですね、周りの方にもお勧めください。じゃあ最後は何色がいいですか？秋ですね。そう、台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、見習うとこいっぱいあるじゃないですか。あそこは全部ゼロコロナですよ。ウィズコロナじゃないですから。あ、ピンク。ピンク。ピンクは。ピンク。あ、これだ。これは。アストレのようなピンク。そう、アストレって言われてもアストレがわからんです。ロザリーラモリエール、ロザリーラモリエールでいいですか？可愛いですね。
ピンキーです。そうなんですよ。なんでね、韓国にできて台湾にできて日本にできないのかと、不思議でしょ。頑張りましょう。これね、ほんと綺麗ですね。これつぼみ、つぼみの匂いはどんな匂いか。風が強すぎてわからん。じゃあ皆さんごきげんよう。どうぞ良い週末を。香り、こっちだったら分かるかな。結構遠いんですよね。よいしょ、あいだ。あー、すっげえいい香り。すっごいいい香りだけど、トゲが刺さった。やっぱり綺麗なものには、バラにはトゲがある。トゲが刺さった。まあでも、大丈夫です。じゃあ、ごきげんよう。ロザリー・ラ・モリエールで。モリエールって覚えればいいですね。はい。ありがとうございます。では、ごきげんよう。やっぱこのつぼみの方が綺麗だな。こんな感じで。失礼します。ありがとうございます。